いけるかなって思ったけど、普通にきついや、これ。まあ、ちゃんとね、次のトイレ上がった。大丈夫、レベル上がったから。1レベル上がって、水だと思えたから。タイプ1だから、タイプ1。ちょっと待って、あいつ2体いるんだけど。2体は引いてない。2体はきついって。ポッチャマ1体いないし、2体はきついって。とりあえず水鉄砲だよな、まあ。あ、こっちが先手取ってる。先手取ってるのはでかい。相手レベル低いし。もう全然食らわん。いいね、強い強い。さすが皇帝。もうポッチャはプライド高いからね、ほんと。負けるとね、もうなんかね、むちゃくちゃ嫌だと思うんだよね。さっきあの、タンパク小僧なんかに負けたら、ほんと、プライドズタボタにされてると思うんだけど。ちゃんとね、あの、これ弱い相手でね、無双してもらってね、プライドを回復させていく。おぉ。よし、ちゃんとね、そうそうそう。こっちは全然食らわないし、向こうはぶっちゃくる。さあ、さすがね、さすがね。プライド回復、プライド回復。よし、これでレベルもアップと。あ、着いた。あ、また後期がいる。なんかこれ、後期と光の名前が、ね、どっちも光由来なんだよね。なんか。光るに輝くって書いて後期で、まあ光屋さんも光っていう。まあそういうこのね、コンビね。まあ今回光は、フロスペって名前になってるんだけど。いやこれ普通に、フロスペの名前光の方が良かったかもしれん。さあ、で、ジュンはどこにいるのかな？届け物を届けに来たぞ。どこだどこだ？マジでどこだ？あ。申し訳ございません。ああ、ここはまだ行けないのか。という、準備中って普通にあれか、アップデか。うん。どうなんだ。ストーリーがクリアし、進んだらいけるようになるのかな。どこ、ジュン。ジュンどこマジで。マジでどこ。ジュンどこ。どこ、ジュン。という、こいつさ、2Dだったからよかったけどさ、なんか。3にすると、トンディアでなんか、変になるな。でかというより。あ、ジュンいた。お、プロセスはお前勉強か。お前なんかここに書かれてることをばっかり覚えてて。自分の自分を傷つけないしないために頑張るな、トイレだからさ。で、プロセスは大好き。なんかめっちゃいいこと言ったな。いや、あ、届け物。なんなんだ、これ。あ、タウンマップね。あ、なるほど。な、これタイムアップがないと。ああ、黒金シティ。ああ、次は最小ジムってことか。最小ジムはね、確かジムタイプだっけ、岩タイプだっけ。そのジムだからね、楽勝さすがに。あ、なんかいる、なんかいる。誰お前。おい。おや、あれだポケモンタイラーなのにポケッチを持っていない。ポケモン持ち、ジムのポケッチ。それにしても珍しいね。おじさんではポケッチ作ってんだよ、それで。ポケッチをキャンペーンしてるよ。この次に3人のピエロを探し出して、そちらギリをポケッチをプレゼントします。ポケッチってね、このダイパラを、なんか、重要な要素っていうか、有名な要素の一つだけど、これもらわずにいけるのかな。一旦これもらわずに行こう。ポケッチもらわずにどこまで行けるかやろ。行けるとこまで行く。うわぁ、なんか偉そう。クソ偉そうじゃん、こいつ。弱そうだ、トレーナーね。ミニスカートをなお。ビッパ。ビッパ出してくれるやつ大体弱いだろ。どうせこいつレベル4ぐらいだろ。何レベルこいつ。ちょっと高い高い高い。え？レベル 7？ 嘘？今のも皇帝と同じレベル？早い早い、レベル上がるの早い。ちょっと待って。大丈夫。あー、丸くなる。バカだこいつ。特殊技に対して防御を上げていく。物理防御上げても意味がない。よかった、バカでよかった。あ、生きてるやつは大体バカだから。よーし。ひたすら丸くなり続ける。特殊技を打ってきたにもかかわらずひたすら物理防御を上げていく。バカ。ただ単に、プライドケア高いバカ。ほっちゃまはね、そういう風にはなってほしくない。皇帝ではそういう風にはなってほしくない。しっかりと成果を上げてほしい。よーし。それどんなリアクションをするのか。あんな偉そうな口を叩いてるんで負けたらどんなリアクションをするのか。あ、こちらのレベル上がっていく。いいね、いいね。あ、やんなきゃよかった。うわぁ、なんだこいつ。よし、戦え戦え。あ、丁寧だ、この人丁寧。あ、さっきの、そが来たお主大違いだ。
よろしくお願いします。はい、まあ、強いんですね、はい、ありがとうございます。いやいいね、こういう丁寧な態度を取ってくれてね、こっちも幸せになるんだから。うん、いいよ、こういうね、お前もいらないよ、このクソガキ。あ、でもいい、ちゃんとね、その心意気はいい。あ、毒に岩があって先に進めないよう、ポケットに触れてたら壊せるかもしれないけど。あ、これやっぱポケットもらうの関係なのか、あれとの受け道。ほんとじゃん。いけんじゃん、先。セルピエの3人探してポケットもらうか。こいつはな、とりあえず。はい、ポケットキャンペーンです。では、早速クイズ呼ば。あー、なるほどな。あー、ポケモンポケモン通すことで、あ、はいはいはい。だからクイズ答える感じか。引き換え券1。引き換え券1。めんどくせえな。一人でいいじゃん、それは。クイズその場でやってほしい。クイズその場でやってばいいから。あー、こいつもなのか、この入り口の前にクソ邪魔なやつ。大丈夫か、ポケッチのイメージダウンになるぞ、こんな風に。入り口塞いだったら。引き換え券3。え、2がいない。2がいない。2どこだ。おった。ポケモンだけポケモンの技にもタイプがある。はい。よし。よし、これで、まあ、ポケッチもらえると。ほら、集めてきたぞ。え、マジでポケッチってさ、冒険進めたら必須なんだね。まさかこんな早く必要になると思わんかったわ。え、ちゃんとね。まあ、ちゃんとポケッチは手に入れた状態で冒険が進めていくように、まあ、対策されてるってことはね、これは。まあ、ちゃんとね、こういうゲームってさ、ある程度ね、ちゃんとそういう対策はしてあるから。で、黒枯れ師ってどっちなんだろう、これ。あ、いけな。ただ、こっちだ、黒枯れ師って。あ、いた。ジュンがいた。あ、今回はぶつからないんだな、ちゃんと。あ、急に来た。急に来た。危ねえ。ちゃんと回復してよかった。よかったんだ。回復してないんだけどさ、問題は勝てるかどうかなんだよな。だってこいつ大丈夫だろ。いや、何レベルなんだろう、こいつ。次、肯定。ちゃんとレベルは上げてきたからね、一応。あ、ちょっと叩くじゃない。水鉄砲だ。間違えた、普通に。いや、まあ、これでも結構入るでしょ。割と入ってる、割と入る。おぉ。いいね。ちゃんとセーフあるで。あ、こっちが生成した。あ、でさ、こっちが生成してるのか。あ、急所来た。いいね、いいね。今の急所か、意味があるかわかんないけど。あー、レベル上がらん。ギリギリ上がらん。で、これ勝てるのかな、これ。まあ、相手がクソみたいな技を連発してくれれば勝てる。あ、こっちが生成。慣れたら素早さ遅いんだよ。え？勝たん！え、なにこれ？しかもこいつ防御上がってんだけど、なにこいつ？え、嘘でしょ？何これ？え？硬っ！え？硬すぎない？それは。無理無理無理。やばいやばい、ちょっと、え、強いし。むちゃくちゃ強いし。何こいつ。勝てるわけなんかね、こんな。え？勝てんじゃん、これ。どうすんの、こいつ。ねえねえ、ここまでかなりこぼられたら、水鉄砲の方が入るんじゃないか、もしかして。なんか水鉄砲の方が入るんじゃない？これ。いや、どっちにしても微妙だな。あれ、かなりこぼる連発してな、こいつ。かなりこぼらなきゃやってくれ。頼むから、かなりこぼらなきゃ連発してくれ。水鉄砲やるから、ずっと水鉄砲打ち続けるから。きついなぁ、これ。あ、しかないこぼる、かなりこぼる。いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。頼む、かなりこぼらなきゃ続けてくれ。効果がなくなってもかなりこぼり続けてくれ。ポケモンの位置はやってくれ。ちょっとピンチかもな。よし。いや、こっちの方が絶対ピンチなんだよなぁ。なんで、なにこの耐久力。知らんかった。ナイツのここまで耐久力高いとは知らなかった。あー、耐えられてきた。やばいやばい。まあ、これは耐える。すげえ、これは耐えるんだけど。次耐えれないから。次耐えれないんだよ。あー、かなりこもる。かなりこもってくる。こいつ。かなりこもる。かなりこもる。あー。マジか。マジか、ちょっと。マジ。あー、72円。あー、72円が。そう、金は貴重なんだけどな。まあ、初期の段階の金はね、そこまで、後々は響いてこないから大丈夫。どうしよう、俺、傷薬使う？使うしかないか、傷薬を。ね、傷薬何個ある今、これ。11個、あ、10個ないや。1個くらい使おう。どうせ多分、終盤に行ってくると傷薬なんて使わないから。よし、今度こそ倒す。おい、待ってよ、10。
倒してやからな。さっきのイベントはなかった感じか。うん、まあ、とりあえずブックルは楽勝なんだよな。だけど水鉄砲は処理すればいいから、まあ、楽勝なんだけど、そうさ、厳しい。非常に厳しい。はたくねえんだよ、倒せるかどうかっていうさ、そういうところなんだよ。なんか見た感じさ、多分あれなんてまだ草技を覚えてないから、そこが救い。すげえ一発は持っていけない。で、ブックル、多分あのね、素晴らしい種族者はこっち、種族者じゃない、能力者はこっちは勝ってるから、電光石火じゃなければ、電光石火じゃなければな、いいんだけどな、体当たり押してくれる方の方が、こっちとしてはありがたい。どうしようか。だから、ナイトルにさ、対して、叩くの、あ、そうか、これ。あー、ちょっと待って、これありかな。でも、まあ、しょうがない。ちょっと、これはね、本当はあんまりやっちゃいけないんだけど、一体だけ倒して死んでまた、そいつを倒してレベルアップするっていうのは、まあ、普通に限ったら、ルルギーなんかいけないんだけど、ちょっと今回忘れてたんで、もうしょうがないです。本当、勘弁してください。めっちゃ忘れだった、これ。まあ、ちょっと次から気をつけるから、まあ、次からこういうのなしにして、まあ、まあ、レベル1上がったぐらいでな、変わんないんだよな、正直。まあ、なんだろうな、これ。どっちなんだろうな、これ。これかなりこう、何回やらないと、水鉄砲より、叩くのがダメージが入るようになるかっていうのがね、問題なんだけど。まあ、2回か。とりあえず叩くだな。とりあえず叩く。低いな、入るダメージ。耐えてやってくる。でもかなり小物をやり続けてほしい、頼むから。でもこれでね、ある程度ね、はたくがね、多分これで1が半分でしょ。かなりこもる。まあ、だからこっから水鉄砲のがダメージが入るようになるから、多分水鉄砲、あと3回くらいから、っていう、気づくのに使った方がいいんだよね、これ。超厳しい戦いだな。次耐えれんな、これ。ちょ、傷薬使おう。使おう、傷薬。よし、これ傷薬を使って、治癒は回復する。いいね、いいね。まあ、傷薬使えば楽勝なんだよ、でも。相手はまだ傷薬使ってこないから。バイト。でも、割と泥落ち合いだな。ささかで1個では抑えたい。やるわ、これで倒せるでしょ。よし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 。あと、まだ倒れんの、こいつ。マジか。今回今一つだときついな。危ねえ。普通に傷薬2個使われそうになってんの。2個使われされそうになってんな。急所。よし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 。まあ、なんとか出た。まあ、傷薬使えば勝てるからね。まあ、よかったよかった。だいぶ戦終わったので、まあ、とりあえず黒枯れシティ目指して、ジム制覇をしていきましょうかね。で、ジム行くためには、この洞窟抜ければいい感じかな。なんかごついやつがいる。あ、これトレーナーじゃないの。これトレーナーじゃない。トップケッチ君、お前さんまだはひよこトレーナーなの。僕も愛するものが増えて答え嬉しいことなので、この技マシンをお前さんにあげよう。技マシン98を手に入れた。なんだ、この技マシンはなんだ岩倉木。ポケッチアプリ、ひれ技。なるほど、そういうことね。なるほど、なるほど。ひれ技ってあれか。今回ポケモンに覚えそうじゃないんだ。なるほどね。ひれ技っていうシステム自体はあるけど、まあ昔みたいなポケモンに覚えそうだけじゃない。そんじゃ本当にポッチャー一匹でクリアできそうだな、このゲーム。まあ、とりあえず黒金式のジムには行かないといけないんだな。よし、これでこの洞窟を抜けてジムに着くと。よし、とりあえずジムはね、早くクリアしたいから。なんか来た。ホストやな、自分たちは人と思ってんの。他のトレーナーが危ないじゃん。だから俺はポケモンジムを案内してやるよ。偉そうだけど優しい。偉そうだけど優しい。うん。許せる。
ギリ許せる。ああ、ジュンがいる。もうジュンがいる。早い。うん、そうだよ。こいつぶっちゃせっかちで。やんちゃ、もう。坊主じゃないよ、マジ。もうすぐらしいな、なってるみたいに、なんだっけ。そうだ、黒ヶ谷炭鉱に行くって。ああ、なるほど。まあ、急にジムには行けないのか。まずは、黒ヶ谷炭鉱に行ってから、ってことか。あ、ここだ、ここっぽい。ここっぽい。メリカにここだ。黒ヶ谷炭鉱出入り、滑らす気持ちで注意。どこだ、ジムリーダー。あ、いた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 。メリカにジムリーダーがいた。そうなんだけど、ひでもとでこす。あ、そっちやね。今に話しかけてんじゃない。ジムリーダーに話しかけてる。ちょっと見ててね。ヒレノート、嫌くなきゃ使える。こんな邪魔だ、嫌だって。すげえ。すげえ。ポケットすげえ。こんなパンチ出せるの。あ。まあ、こいつに勝てたら、嫌くなきゃ使えるようになると。なるほど。よし、行くか。なんとなくさ、街の人に話しかけてたんだけどさ、こいつがさ、ポケモンニックネームだけど、自分だけのポケモンっていう感じがして嬉しいなって言うんだけど。こいつのニックネーム。ひひど。ひでえ。雑だな。嘘、自分だけのポケモンとか誰でもつけそうなリックネームつけそうじゃないぞ。いや、まあ皇帝も似たようなもんか。皇帝も似たようなもんなのか。え、どう思うのお前。言われとんじゃん、お前。言われとんじゃん。だから手小学に見たまま気に取ってたけど。言われとる。普通に突っ込まれとった。プレイヤーと本当に突っ込む人だもんだ。よし、そのジム行くか。言うて楽勝でしょ、黒ヶ谷ジムは。だって、効果抜群のジムだから。おー、いいね、いいね。いやー、まあね、この人で、ケンタテカいなくなったからね。おー、スビライドチャンピオンって、さっきはさっきはストラ少年にも言ったけどな。ここはジムリーダー、野菜プロ使いて、野菜プロ基本は指導キャっていいぞ、いいな。あと、草タイプは全員やったし、ジャンが弱点が多いな。だけど、それは弱点をカバーするからこそジムリーダーなんだぜ。あと、フォロータイプに挑むのはちょっとばかりで変だぜ。俺、ならば、それ以上だ。聞いてくれてありがとう。まあ、これ、そのことで、だからね、ポッチャムとダイエットで選べば、最初のジムは簡単。最初のジムはね。最初二人は楽勝だったけど。さあ、ジムリーダー、ちゃんとジムリーダーの力を見せてくれよ。よくそこ長いし、ポケモンジムへ。僕はジムリーダーのヒョウタ。野タイプのポケモンと共に、歩むことを決めたトレーナーさ。さて、君のトレーナーとしての実力。そして、一緒に戦うポケモン強さ。見せてもらうよ。よーし。どうせ楽勝なんだよな。いや、さすがにさ、ジムリーダー戦が楽勝すぎるとつまんないからやめてほしいんだけど。どうせ楽勝。まぁ、しょっぱなから4倍弱点だもんな。いや、一発されてないもんな、どうせこいつ。いや、ちょっとさ、縛りプレイなんだから、楽勝すぎると。あんまいい、何これってなっちゃうんだけど。まあでもしょうがない。まあ最初のジムはね、最初のジムだけだから、こんな楽勝なの、多分。次のジムが何ジムか知らないけど。まあ、すぐ一発で倒れる。あ、岩く、もうまあ、あ、岩落とし。まあそんな食らわん。あ、まあ急ダメージ、まあまあまあ。あっと、ちょっと耐えた。あ、頑丈ですね、なるほど。そういうことか。岩枠は意外と素早さが早いんだよな。あ、傷薬は意味がないよ。傷薬は意味ない。だって、あれです。満タンまで回復しないんだ。だからこっちとしてありがたいね。まあ、頑丈も発動せず、ちゃんとこっちで、まあ、ダメージを食らわずに倒したわけだから。あ、14レベルで上がる。さあ、ただね、問題はこいつはない。こいつが一応ね、問題なんだよね。頭蓋の巣がね、攻撃としてはバカみたいに高いから、こいつ。一発で倒し、できれば一発で倒したいんだけど。まあ、なんとか倒せる。あ、ちょっと待って、向こうが早い。ちょっと向こうの方が早い。ちょっと待って。やばいやばい。ちょっと待って、これやばいわ。普通にやばい。倒れる。あー、よかった、倒れ。マジでやばかった。いや、これ倒れんかった。やばかったな、もう。頭突き、むっちゃ勝ったもんな、今の頭突き。よし、まだよ、なんだ、勝てた。よし。あー、ジムマッチを人と思ってて、負けちゃったか。うん、それは仕方ない。気が強くて。僕は弱かった。それだけだ。うん、ポケモンリーグの決まりでは、ジムリーダーに勝ったと選び、バッチを落とすことになってるんだ。さあ、ポケモンリーグ公認のコールバッチを決めたつよ。よし、これでね、バッチがもらえると。この時は、ひょうたからコールバッチを割った。よーし。まあ、早速一つ目のバッチゲットですね。そのコールバッチを持っていると、ひでまずの岩砕きを使えるようになるんだ。あと、これを持っていきなよ。
バトマシン76個手に入れた。このバトマシン、まあ、ポッテまで使えないからあんま意味ないかな。スペースロック。うん。あ、シーンでももらえると。ね、コンテストもね、やっていきたいね、できれば。それはなんか使えるだけよく考えたよ。まあ、こんな感じで、まあ、ジブリーダーも倒したんでね。はい、というわけで、今回はここまで。ヨルミさん。また、これ